はい、こんばんは、ヒヤです。では、デトロイトビカムヒューマンやっていきたいと思います。ヘイシリー、はい、40分だったら教えて。タイマーを40分にセットしました。なんだろう、今ふとやあの気づいたけどさ、まあ全然いいんだけどさ、自分がアンドロイドじゃない自分がアンドロイドじゃない、自分がっていうか、その操作してるのがアンドロイドじゃない。それでこう、なんでしょう、シリに時間をこう見てもらうっていういうことにこうね、あれ、ちょっと待って、ほい、アリスの部屋を片付ける。その前に浴槽は、浴槽あったあった、キャン、すごい、なんか、まあ、なんだ、ルンバ、あのお掃除ロボット、こう、スイッチ入れてたから別にいいんだけどさ、この子がね、この子っていうか、アンドロイドがね、なんか、あれだよね、あれだよね、え、モップかけて、モップはどこにあんの？これなんか見て意味あんの？特にない？また後で。あ、モップ発見。モップ発見。テキパキやろう。あ、そういうことね。なんていうかな。ヘイシリー？はい。いつもありがとうね。どういたしまして。この、次はアリスの部屋を片付けよう。とりあえず、ふいふい、テキパキテキパキ。なんか秘密基地みたいな感じになってますけど、そんなに散らかってない。わっつ、そうでもなかった。うんふん、部屋を換気する。あ、換気しよう、換気、ほい。コントローラー動かすのと結構、あ、なに、何あれ、何、待って待って待って、今何かあったよ。手に取る、勝手に取っていいのか、アンドロイドだからって。そうね、まさかと思うけど、他の部屋に鍵があってみたいな、そんなことないよな。待って待って、ちょっと待って、もしかするとこの辺に鍵が落っこってる。でも別に私物を覗きたいわけでもないんだけど、なんかの鍵俺が覗きたいとか覗きたくないとかそういうことじゃなくてさ、ゲーム的にさ、なんかのアンロックに使うんだったらまあいいですけど。電源を入れる。電源入れる必要あんのか？それではスポーツです。まずはバスケットボール。今夜。バッツ。22万5000。モーレン大統領がサイバーライン新工場の完成記念式典に出席しました。式典では大統領がアメリカ経済におけるサイバーライフの目覚ましい業績を改めて強調し、うん、とりあえずそんなことしてる間に時間が経ってもなんだから、
テキパキと助けましょう。なんすか今ボールが映りましたけど、片付けるレコード、読む読む、はあ、この人スポーツ好きっていうかホッケーでも、ホッケー見てたけど、これはフットボールだよな。命の値段、うん、例えば2人いる歩行者のどちらにぶつかるべきかといった生命にかかる決断を下すなんじゃそりゃ。それはまあいいや。そういう決断って、え、まだなんかあるの？まだなんかある、これないよな。ないよね。はい、終了。次は、とりあえず片付けまくろう。また時間が、青ギターがある、フェンダーかな、フェンダーじゃないかな、よく見えない。フェンダーっぽく書いてあるけど、スなんとか、ストラトキャスターですね。整える、あ、それは手に取んなくていい、手に取んなくていい、そんな、また何か言われるだぞ、どうせ。あ、アリス、汚れた場所を片付ける、部屋を換気する、部屋を換気する、部屋を換気、ほい、オッケーオッケーオッケー。あと汚れた場所ってどこだ、何をご覧になってんの？それは俺はご覧になってんのがなくていいの？お薬は放置しよう。邪魔だ。あ、総理？はい、掃除した。で、アリスと話すって書いてある。失礼。恐れてらっしゃる。ほう。不思議の国のアリス。そうよね。私は記憶が消されてしまったの。私が前のことを思い出せるように、よかったらあなた手伝ってくれる？あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？好きなものは？好きな遊びとか場所とか
食べ物とか私に教えてくれない？無口なのね。怖がらないで。あ、そうだね、言ってはいけない。あれ？鍵？今のさっきのやつの鍵？ご覧になったってこと？鍵を使わなくても開きましたけど、なんかゲーム的なサムシングは。あ、そしてあの本を避けるんだね、ちゃんと。今までのゲームはもうみんなこう物をあっても構わずにこう吹き飛ばしながら歩いてたもんね。あっちです。クローバー、これ完全にお母さんどっか行ってしまったやつだよね。アウツ。これは殴られた記憶とかそんなサムシングか。これは前の元の、ああそういうこと、前のアンドロイドというか一度壊されておるのね。それを見せてくれた。なるほど。それ鍵閉めなくていいの？新しい指示を受ける。なんかあるか、指示なんか。とりあえず終わりましただけこう言ったら。何してる？あ、遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだから。親父はクズだって。うん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろ。俺には分かってんだ。さあ言え、憎いんだろ。俺は何してんの。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんもお前を愛してる、分かってるだろ。お？はい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 。ちょっと待って待って。アンロックしてないやつ。多分お薬のやつをアンロックしてないんだよね。カーラが下に降りる道に気づく。はい。気づきました。一階を掃除する。なんか、やり損ねてるのがある？世論懐疑的。それは一体何なの？世論の懐疑的ってのは。世論にまでこう、影響を与えていくの？これは、はいはいはい。マーカスさんの人、品物を置く。品物を置く。
はい。ほんで？なんだ？開ける？開けちゃダメじゃね？ロボットなのね。これもアンドロイドって言えばいいのか？アンドロイドって言えばいいのか？アンドロイドなのか？2階でカールを起こす。これがなんかいろいろリンクされてるじゃない？そのきっとお話の中でさ、いろんなかアンロックされていく要素が多分あるとして、アンドロイド自体もこうそれぞれのアンドロイドがリンクしてたら、なんかお、あれ何？何の骨？イクチオサウルス？そしてキリンの剥製？っていうか、つまり、もしこれが本物だとしたらさ、どんだけの大豪邸なんだろう。お金持ちすぎでしょ。これ1階からどうやって行くんだろうね。あそこ行きたいな。行けるものなのか？というか、1階に、まあいいよ。ここは特に見れない。こんな大豪邸ある？外。彫刻？どうぞ。これでもご自身で作ってらっしゃるのかな。芸術家の方なのかな、それともあの塗料はご趣味なのか。ただ資産家の。おはようございます。おはよう、カール。おはよう。タメ口か。もう10時ですよ。そうでもなかった。天気は一部曇り、気温は12度、湿度 80% で午後には小雨が降るかもしれないそうです。レッドで過ごすのにもってこいの日だな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。そこがお前と私の違いだな、マーカス。お前は物忘れをしない。うん、確かにあれみたいなものだな。ビジョン。それじゃ腕を出してください。いや、カール。どうも。起きて早々歯を食いしばれというのか。申し訳ない、失礼します。人間は脆い機械だ。いとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。うん。おい、その服はどうした？ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。怪我をしていないといいが。ああ、いえ、押し倒されただけですよ。平気です。これでよし。それじゃあお風呂に行きましょう。この人はまあ理性があって。これはずっと話したらダメってことね。
危ね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 。よくデトロイトなんかでもっとこの人こういう人だったらいくらでもいいところあるだろうに。食卓に連れて行く。今日は何か予定があったかな。ねえ、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ、うん、責任者の方が参加確認のメッセージを何度か残されていました。うん、まだ決めていなかったな。また後で決めるとしよう、はい、他にはファンからのメールです。返信しておきました、うん、エレベーターってどこにあるの。レオから連絡は。いいえ、カール、お電話しましょうか。いや、その必要はない。 あそこになんか機械がある。そういうことね。エレベーターつけたらよい。そういう簡単にはいかないってこと。怖くないかそれはそれでスムージーだけどちょっと怖くないかあれ。あれどうやってあれすればいいの。どうやってしょ、あの、ま、ちょっとどうやっていくの、どうやっていくの。あ、食卓はどちらですか、カール。こちらではまあ通れないよね。腹が減った。ベーコンと卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。 ありがとう。いいえ、カールの、あそこね、この空いてるスペースだ、きっと。朝食を用意する。お好みのスタイルで用意してありますよって。その好みのスタイルをが何であるかを言う必要はないんだ。あ、でも早く用意してあげないと。どこに朝食はあるのですか。え、どこに用意してあるの。あ、これから用意するのね。え、嘘。あ、用意してある。いつ作った。いつ作った。冷めてないか。完全に冷めてるよね。大丈夫か。熱々でなくてすいません。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ええ、ありがとうございます、うん、そうします。やることを見つける。読む。センチュリー、ロシアが欲しがる理由とは。これでもさ、俺北極ってあれだよね、貴重な鉱石、北極の氷床から発見されて以来、これでも北極ってほらガス資源とかさあったりするし、未知のウイルスとかそういった性圧もあるだろうし、
単純にさ、北極を通るとさ、この他の国とかにすごく行きやすくなったりするじゃない？だからこれからね、北極がこうを巡ってみたいなやつはこう、あれ？どうされました？人間は堕落した。傲慢と愚行に暴力、5000年もの文明を築き上げたというのにこのざまだ。はい、お呼びでございますか？お呼びでございます。お呼びではないのね。まだご飯終わってるわけじゃないのね。あ、チェス。プレイする？私と一戦どうかね。ええ、ぜひ。スピードチェス。スピードチェスで。OK。これでもさ、手抜いたらバレるんちゃうか？引き分けとは妙だな。あなたは負けるのも嫌いですが、負けたふりをされるのも好きじゃない。もうそう思う俺は。であれば引き分けが公正な妥協案だと思ったんです。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあ、スタジオに行こう。すごく難しいお話だよな。あれ？あれ？最初ってここじゃなくて？カール、スタジオってどちらでございますか？あ、向こうでございますか。失礼しました。よく怒らなかったな。わお、わお、すげえ。へえ、すげえ。わお。よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。シート外す。これは手作業なんですね。それは非常にぬくもってて良い。スタジオを掃除する。掃除とかいるかな。っていうか、あんな、ああいう機械でこうアームみたいのでさ、あの作業してるから、階段のあのなんかクレーンみたいなスロープみたいなあれは全然平気なのね。むしろ掃除いるか。あんまり勝手に触るなとか言われそうな気がしない。
さあ、意見を聞かせてくれ。この家には何かが秘められている、うん、何かは分かりません。でも僕は好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。それを取って書いてみなさい。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。難しいことを言うね。書く題材を決める。机を描く。カールを描きたいよ、だったら。でも机を描こう。多分ね、銅像を描きたくないと思うんだよな。完全に。これは現実の完璧な複製だ。そうですよね。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。はい。無理ですよ。そういうふうにはプログラムされていません。さあ、ほら、筆とそのキャンバスを使って。はい。でも銅像、例えば銅像とかは描きたくないと思うぞ。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから。 はい。大丈夫だ。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。それがエラーの音じゃないのか。アイデンティティ、アイデンティティ、あ、間違えた間違えた。囚人なんか書かない、書かない。そこはやり直したいぞ俺。これってちょっと待って待って、ゴーバックメインメニュー、フローチャート、ちょっと待って、ちょっと待って、戻れる、戻れる。そういうふうにはできてない。懸念。だってそれはちょっとカールに対して失礼じゃないか。まあしょうがねえ。目を閉じなさいって、もう目を閉じたまま描けとは言われてなくねえか。あくまでも目を閉じつつも見ながら描くんじゃないの。素晴らしい。え？いいのか？誰？近くに来たから寄ってみたんだ。しばらくぶりだしな。どうした、具合が悪そうだぞ。ああ平気だよ。なあ親父、ああ金が必要なんだよ。またか。この前渡したばかりだろう。だろう。ほらすぐなくなっちまうんだ。ああまた薬をやってるのか。違う、
全然そんなんじゃないって。寝よ、私に嘘をつくな。ないいから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。分かっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。あ、こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いかな、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。ねえよ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。大丈夫ですか、変わるんだ。うん、これ日付もよく見てみないと分かんねえな。RK300、800、 RK800 ってなんか前出てなかったっけ。まあいいや、では今回ここまでしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューアでした。での前に、ちょっと待って、アンドロイド入っちゃダメって書いてあるよ。はい、ではちょっと気になりますけども、また次回では、バイバイ。